くよろしくね。キリここでキリッとしても可愛い。何この月誌。あー、僕にならへんかな。あった、アルゲの羽ゲット。ゴブリントレードセンター、山のようにあるんやけど。ガーちゃん、ガーちゃん、いるなら返事して。目覚めたらこんなとこにいたんやけど。あれ、なんで家の中にいたはずやのに、なんで海の真ん中に。どうしたの。しかも誰の船これ。なんかイカダいっぱいある。フライドさん、どのイカダ。え、もう来てくれたん。うん、いたいたいた。はい、ありがとう。すごいよこれ、砂漠のシャツスキンってすっごいかっこいいよ。ほんま。うん、カマキリの殻がいる。なんかどっかで見たぞこれ。カマキリ。砂漠のスキン作る。何で作れんの。カマキリの殻が10個もいる。カマキリの殻か、うん、テラバードのくちばしとユタラプトルの爪って何が作れるんだ。あ、これは作業台の方か。あ、作れる。ほら、ユタラプトルの爪1個あるから作れる。作るわ、はい、うん。お、すごい。あ、なんだろう。ユタラプトルのくちばし。おー、強そう。強いんかなこれ。ちょっと待って、メガロドンの皮2枚と繊維と、うん、メガロドンの頭蓋骨、頭蓋骨持ってるし、あとメガロドンの皮があればこれ作れるよ、ヘルメット。このチェストの中にあるじゃないか。あったぞ。あ、じゃあ作れるじゃん。作れる。ウサ耳作れる。テラーバードのくちばしヘルメットも作れる。やったー、砂漠の装飾品全部じゃないけど作れたよ。ちょっと着てみるから、こっち来て。うわー、前見えてんの多分。かわいい、結構大きいな。キリキリ。ここでキリッとしても。かわいいの被っちゃってさ、かわいい。何この月誌。前歯何。いいやん。髪の毛と一体化してる。一体化してるやん。砂漠の民や。どう。いいやん、砂漠の民。いいだろう。ちょっとかっこよくね。いいやん、いいやん。よし、暗闇の矢。あ、できる。すげえ。暗闇の矢35本作れる。作っとくわ。やったー。火の矢も作れるぞ。ほら、置けた。おお、いいね、いいね。ああ、作れるよ、いろんなものが。じゃじゃん。おお、これトリキラの？うん。いいやん、これ。いい？うん、いい。かっこいい。かっこいい。くるくる。投げたい。やめて。これ、こういうとこに投げたらさ、うんうん。アワブクにならへんかな。おお。でもないな。お祭りか。ほんまやな、お祭りやな。お腹すいた。食べ物作らないと。これ上に投げたらどうなんの。どっか行った、どっか行った。あ、向こう側で。どっか行った、どっか行った。空の彼方に。ええ、近所迷惑やな。お前な。炎の矢をセットしよう。暗闇の矢をセットしました。暗闇の矢。うん、どこまでこの炎の矢が効くか。燃えてる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 よ。え、何が燃えてる。フライドさん持ってる矢から火が出てる。じゃあこのアルゲンをちょっと狙ってみようか。うん、あのこのカマキリでいいんじゃね。カマキリ。ほら、お、当たった当たった。お、燃えてる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 。ダメージ食らってる、すごい。え、めっちゃ燃え続けてる。おお、即死攻撃ではない。うん、でも永遠と燃え続けてる。あ、わけではないか。そんなに効いてるわけじゃなかったよな。ね、あんまり。これルームランド行かんかってよかったな。うん、めっちゃガーゴイル戦ってくれてるやん。あれ、もらえるかもよ、またカマキリの殻。ほんまやな。で、暗闇の矢はこっちの方が効いたりして。でもこれって目が見えなくなるだけじゃないの。どう。うん、なんかあんまり目に見えて反応わからない。なあ、これ死んじゃうわ、死んじゃう。誰が死んじゃう、死んじゃう、僕が死んじゃう。早く乗って乗って。結局ガーゴイルで倒す。結局ガーゴイルで倒した方が早ない。思ってたような感じじゃなかったで。暗闇の矢は、視力を奪い、出血させる毒の矢、うん、性能、基本、性能なしって書いてる。あ、そういうことか。じゃあ、アルゲンの羽探そうぜ。うん。アルゲンも宝箱で落とすのかな？そうじゃない？普通に倒したら毛皮しか取れないわ。うん、宝箱。落とした？落としたよ。カマキリも宝箱落とした。落とした？まずはアルゲン。やった！あった？アルゲの羽ゲット。何枚？1枚。1枚だけ？貴重だね、これは。めっちゃ無視されてんねんけど。攻撃してんのに。あー、レベル高いな。どうしよう。結構アルゲン強いからな。そうなんだよね。
あ、そっちガーゴイルじゃ弱いんか。そうそうそう。こっちは結構攻撃力もあるから。でもレベルはぐんぐん上がってく。めっちゃレベル上がる。なあ、もうついでにレベル上げだな、これ。うん。ならなかった？ならないね。まだ1枚だよ。1枚？アルゲンタビスの羽集めするまではレベルどれぐらいやった？確か45、6じゃなかったかな、私。え、それが頑張れば50までいけるぐらいになった？うん、48だよ、今。マジで？うん。アルゲンタビスって、レベル上げに最適表として。ガーゴイルで挑んだらすごい上がるよね。ガーゴイル自身も、うん。プレイヤーも。そうやね、さっきな。うん。アルゲン以外のやつ倒したらそんなにやね。あ、やっぱりアルゲン、うん。持ってんのかな、うん、アルゲン持ってるんじゃ。夜が来てしまいましたね。ほんと。あ、痛い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 、フライドさん。これでもう、そうそう死なないぞ、ガーゴイル。夜は鳥目やから鳥系はいいひんの。あ、いるいるいる。痛い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 。いや、全然見かけんかったから、いたわ。今、僕は、43だな、うん。なんだこの、すごい建物。ゴブリントレードセンター、山のようにあるんやけど。何その地下のゴブリン。何これ。ゴブリン強制ロード。降りた瞬間にカマキリが。またいつの間にか施設巡りしてるし。お、ビーコン。お、ルツボがあった。え、いいやん、いいやん。やったね。パラケラのアッシュって強かったっけ？うん、強い強い強い。やらない方がいい。やらない方がいいよね。うん、あ、やった宝箱になったよ。なった？うん。なんだよー、ペーパー？ペーパーだよー。ん？ん？落ちた？肉だ。あ、下に落ちてるよ。あ、ほんとや。どうだどうだ、証明書じゃないこと祈る。てってれー、証明書ー。ガーゴイルはレベル61になったわ。ほうほう、いいじゃないか。いや、やっぱりパラケラ倒しに行こうよ。じゃあこいつ倒そうか。うん。今、51% や。ガーゴイル。おぉ。じゃあこれ倒したらどんだけ上がるか。ほんとだ。よし。88%、40% ぐらい上がった。あ、今一気に上がった。51% から 73% に上がった。私自身も 82% になったよ。マジで？はや。まあ、向こうにもいる。レベル低い方にしよう。うん。28。8？ 向こうは？8。8？ うん。うわ、ちょっと待って、重なってる。パラケラ80と8がいる。じゃあ8の方狙おう。8ね。オッケー、これでレベルまた上がるやろ。うん。さらに、これでレベル上がって、さらに強いのを狙っていこう。うん。目的が変わってるけど、ね、お兄さんパラケラになすりつけようとしとって。お前大丈夫大丈夫。よし、逃げろ。待って待って待って、逃げろ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 。やばい、ラプトルに。どうしたどうした、逃げて逃げて逃げ逃げ逃げて。死んだ死んだ。向かいに行くわ。ガーゴイルがやばいかも。どれ、あ、落ちた。もうなんかすっごいことなってんだけど、ほら。私こっから歩いていくわ。ちょっと見て。あらららら、あ、ガーゴイルあそこにいるわ。よかった。さすが。死んでない。強い。やばいやばい。あ、やられた。はぁー。あー、最悪だ。早く逃げて、それに乗って。あれ、おかしいぞ、また。またや。大丈夫かな。あ、またやられた。嘘。こんなきついことある？めちゃくちゃレベル上げたのにな。ペガサスもやられかねへんの。こんな優雅なペガサスで行ったら。見てるよ、私の荷物を。見て、この木に隠れてんだけど、見つかってない、全然。うわぁ、もう最悪。いないなぁ、ここで僕はガーゴイルをテーブルしようと思ってる。いや、もうやめとき。ガーちゃん、ガーちゃん。いるなら返事して。あ、いたぁ、ガーちゃん。しかも、罠の方にゆっくりゆっくり向かってる。気絶値が561か。1本打って100ぐらいいってたはずやから、5本打てばいいってことか。いけんじゃないこれ。うん、逃げた。逃げたな。あ、寝た！やったねー。でも肉どうしよう。あー、肉、あの、雲に集めてもらうしかないね。よし！なんか近くにいるやん、トレント。あの、わかる？うん、わかるよ。でも、まだ起きてない？うん、全然起きてないよ。見ようか。あ、なんか雲来たな。上がってくるかな。これ僕の前で。あ、なったんじゃない、なったんじゃない、なったなったなった。逃げろ逃げろ。トレント誘導する。よし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 。あ、できたじゃん。ちょっと誘導して誘導して誘導して。なんか私になってる。あ、パテラやられたし。なんで？トレントに捕まった。しかもガーゴイル戦ってるやん。あー、ダメ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 。あー、ガーゴイル！あー、くっちゃくちゃだ。もうくっちゃくちゃだよ。やられたよ。さあ、帰るか。帰ろう。これ乗れる？雲で帰る。もう帰るわ。チャンネル登録
よろしくね。